今回は星ボット様よりタブ12というアンドロイドタブレットをご提供いただきました。特徴をチェックしつつ使ってみた感想をまとめましょうか。電子レンジマンの動画。タブ12ってどんなアンドロイドタブレットなわけ？楽天市場で販売されていて、価格は 24,980 円なのだ。クーポン割引とかもある感じなので、詳しくは商品ページを見てくれ。性能はどんなもんなのかしら？ユニソック T606 搭載ということで、要するに動画再生やブラウザ、SNS、電子書籍くらいのライトな用途向けのタブレットということになるのだ。またメモリは 6GB で、12GB 拡張して最大 18GB で使うことも可能とのこと。また地味に嬉しいのがストレージ容量で 256GB と大容量なのだ。電子書籍とか動画とかを本体に結構たくさん入れられますと。マイクロ SD カードも最大 1TB 利用可能みたいね。画面は 10.95 インチで、解像度は 1920×1200、 16対10の画面比率なのだ。大きすぎず小さすぎずといったところか。タブレットは11インチ前後が一番ちょうど良いと思うんだよね。何をするにも不足がない上で、携帯性や持ちやすさもこのくらいまでがベストなのだ。また画面はワイドバイン L1 に対応していて、綺麗な映像で動画を楽しめるとのこと。後でネットフリ確認してみるか。スピーカーはステレオになってるのね。2万円はオーバーしてるタブレットということで、ステレオスピーカーはやっぱり欲しいよね。イヤホンジャックも搭載されてるので、音を出せない環境とかでは有線イヤホンを使えば OK。 バッテリー容量は 7000mAh あるので、スタンバイ19日間とのことだけど、現在5日くらい使ってて、まだ普通に 50% くらい残ってるので、待機時の消費は少なそうだね。 SIM カード対応で2枚入れることが可能。2つ目のスロットはマイクロ SD と配対応。また顔認証対応なのも嬉しいところだね。メタルボディで薄め、重さは 493g、 カラーはライトグリーンとスペースグレーがあるのね。そんなわけで届いたやつを開けてみようか。そうしましょう。それでは箱をオープン。結構きつめに蓋が閉まっているのであった。付属品はどんな感じなのかしら。とりあえず本体を取り出しまして、ケーブルと AC アダプターが付属してる感じだね。 AC アダプターはちゃんと日本向けのプラグになってるのかな。問題ないわね。なんか一応日本語が書かれてるわね。ちゃんと国内用に作られてる感じなのか。ケーブルも見ておこうか。ケーブルは片側が USB Type-C のやつね。まあ充電はあんまり早くない感じか。そこは低価格タブレットの限界かね。説明書も付属してるのだ。全部英語だけども、まあどうせ見ない人がほとんどだとは思うのだ。こちらがタブレット本体。画面には保護用の透明なフィルムが貼られているわね。下部にはスピーカーが搭載。多分フレームは金属製かしらね。スピーカーは下部に2つ設置されてる感じなのだ。下に配置されてるから、横を両手で持ってもスピーカーが塞がれることはない感じかしら。左の側面に USB Type-C 端子と SIM スロット。こういった端子の位置の中途半端さは安さによる限界を感じるかな。 SIM スロットはこんな感じですわ。なるほど。横長で SIM2 枚または SIM カードとマイクロ SD カードを入れられる感じね。 SIM はソフトバンクかドコモあたりが良さそうかね。あとはパートナー回線不要なら楽天も使えるかな。au のプラチナバンドには非対応なので注意ね。そしてイヤホンジャックがこんな角に。あまり位置は良くないかな。そして上部に電源ボタンと音量ボタンだね。なるほどね。フィルムを剥がしておきましょうか。これは保護フィルムが貼られてるパターンなのだ。そのまま使い始められるね。こういった海外製品のアクセサリーってなかなか手に入らないし、最初からフィルム貼り付け済みなのはありがたいわね。電源を入れてみた。画面はこんな感じで結構横に長いね。日本語は問題なく選択可能となっているのだ。動作はこの時点で結構ゆったり気味な感じはあるかしら。この映像ならわかりやすいかな。保護フィルムが貼られていることが。そうね。フィルムの品質は並といったところかしら。あと写し忘れた背面はこんな感じ。今回はブラックのカラーをお送りいただいたのだ。ちょっと触った跡が残りやすいのが難点かしらね。手触り自体は金属感があってなかなか良い感じ。またカメラはちょっと大きすぎかな。どうせ使わんので飛び出さないやつにしてほしかったのだ。アトリ的は問題ないみたい。この辺よくわからんタブレットやスマホも多いので、もっと大々的に商品ページとかに書いておいてほしくはある。電子レンジマンの動画。気になるタブ12のアンツツベンチマークテスト結果は273,629点だったのだ。まあやっぱり結構数値は低めで、昨今の性能が上がってきたエントリースマホよりも落ちる感じかしら。結果として当然だけど、最近の性能が求められるソシャゲとかで遊ぶのには向いていない機種なのだ。性能が全然必要ない麻雀ゲームとかそういうのなら問題はないだろうけどもね。あくまで動画再生や SNS、ブラウザ、
電子書籍あたりの用途を想定して購入する機種であることに注意してほしいのだ。知らないで買うとがっかりしてしまうかもしれないので、ここは念押ししておく必要があるかしらね。顔認証はボタンを押してから画面がロック解除されるまでちょっと待たされる感じだね。後継機で改善してくれると嬉しい。ブラウザを使ってみたけど、かなり大きな画面なのだ。横長の画面比率なので、ちょっと真ん中の方に指が届きづらいのは難点かしら。ブラウザの挙動の方は、マーコー性能モデルよりはゆったりしてるけど、ゆっくりページとかを眺める分には大丈夫そう。縦画面でもブラウザを見られるけど、ちょっと長すぎて視界に画面が収まりきらないね。縦で使う場合は、表示サイズとかも調整した方が良さそう。こういった細長いタイプのタブレットは、基本的には横持ちで使った方が良さそうなのだ。持った時の安定感的にもね。YouTube 動画も再生できたのだ。画面が大きいから結構再生機器として良い感じかと。またネトフリはアプリで確認してみると、ちゃんとワイドバイン L1 になってたのだ。ちゃんとフル HD 再生が可能な仕様として認識されてるわね。ネトフリの動画は見せられないのでぼかす感じになるけども、16対10の画面比率ということで、おおむね画面全体に広く動画が表示されるのは良い感じかな。電子書籍の漫画は非常に良い感じに大きく見開きで表示できるのだ。漫画読み端末としては容量も 256GB あるし、かなり良い感じに思えるわね。マイクロ SD カードにも対応しているので、電子書籍なり動画なりのデータはかなり大量に持ち歩けるから、旅行なり休日での暇つぶしなんかには役立つのではないかと。あとはスピーカー音質を最後に確認してみようかね。マーステレオとはいえ、さすがに格安タブレットのスピーカーなので、カサカサした感じの昔の AM ラジオ的な音質ではあるのだ。 YouTube 動画を見る程度なら全然大丈夫だと思うけど、映画や音楽を楽しみたい場合はできればイヤホンか外付けスピーカーを用意したいわね。というわけで、星ボットのタブ12でした。低価格タブは HD 画質のものもあるけど、こいつはフル HD なのが魅力だね。電子書籍の表示とか良い感じなのだ。価格も動画の編集時点ではクーポン利用で 19,980円まで下がっているなど、なかなか安価楽天市場では最短翌日お届けみたい。あと本体の質感は結構頑張ってると思うのだ。細かい端子の位置とか後価格の限界もあるけど、ゲーム向きではない点には注意かな。顔認証は今後の改善に期待。あとはスタンダードモデル的な感じなので仕方ないけど、独自の魅力に乏しいかしらね。トシボットさんはタフネス系タブレットも出しているみたいなので、独自性重視ならこっちが面白いかもね。性能もヘリオ G99 搭載で高めなのだ。ただし頑丈さの代償として 1kg オーバーの 1065g。 まあそんなわけで、今回のタブ12に興味を持った方は概要欄より商品ページなどチェックしてみてくださいなのだ。では今回はここまで。